はい、考えます。こちらですね、はい、持ち悪い。おはようございます、増山孝明です。おはようございます、増本拓也です。おはようございます、天健人です。おはようございます、小松翔平です。はい、この番組は若手声優4人が番組という名の会社を立ち上げ、ビッグな大企業にしていくサクセスストーリー番組です。はい、世の中はゴールデンウィークでございますが、はい、東方カンパニーはね、ゴールデンウィーク最終日も営業中でございます。はい、はい、そしてですね、生放送皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、コンテンツ事業部の方からいろいろな発表がありましたからね。めちゃくちゃ発表しましたからね。はい、セカンドシーズンご注目ください。よろしくお願いします。さあ、そして今回なんですけれどもね、はい、あの僕が所属しております広報部、こちらのね、なんか上の方からですね言われたことがございまして、はい、現在ね、K4 カンパニーツイッターでですね、さまざまな情報を発信しているんですが、はい、このツイッターのですね、宣伝用のキャラクターを考えてくれという、ケンゴリじゃダメなんですかそれ。まあ彼も彼でやっぱ忙しいじゃないですか。いや、そうなの。この間だってハッピーバースデーのケーキ渡すためだけに来てくれたの。大丈夫ですよ、多分スケジュール。しかも2週連続で来てくれた。そうですよ、2週連続で。まあ大丈夫なかもしれないけど、まあそら一旦置いといて、最悪だよ。宣伝用のね。ああ、なるほど。宣伝用の特化したキャラクターをね。なるほどなるほど。ケイゴリ君喋んないじゃないですか。そうそうそう。そっか。え、でも俺と一緒にあの東京タワー行った時ボソボソ言ってる。あれは風の音です。言ってない。風の音です。ケイゴリ君は喋らない。結構世の中にもね、このツイッターの宣伝のねキャラクターっていっぱいいますけど、語尾が特徴的だったりとか、いろいろあるじゃないですか。そういったものをね、K4 カンパニーでもね、生み出そうじゃないかっていう。いいですね。そういうことなんです。なるほどなるほど。まあ仕方ないんですかね、なんか、うん、ちょっとやだな、ケイゴリ君がいいな。まあまあまあ気持ちは、まあ、気持ちは分かりますけれども、まあまあね、今回もね、うん、あの事前にですね、それぞれ候補のキャラクターをですね、実はあの書いてるんです、うん、はい、書いております。おい、パワーさんも書いてる。しかも一番熟考してた。新しいキャラクター欲しくてたまんない。一番欲しがってる。まあ、ツイッターっていうのは今ね、こう宣伝の中心になってるものですから、はいはいはい、非常にこれ大事になってきますんでね。そうですよ。おふざけ一切抜きでガチで我々書きましたね。おい、はい、マスモト君、なんで俺だけ名指しなのね。大丈夫、当たり前じゃないのよ。当たり前だよ。なんでちょっと当たり前じゃない、あんた。まあ1年前のね、ケイゴリ君が生み出された、はいはい、あのコンペとは我々レベルがね、もうまあそれはそうです、もちろんですよ。懐かしいな、確かにレベルアップしてますからね、はいはいはい、じゃあ翔平から順番にいきましょう。はい、はい、いやもう決定だと思いますね。これで決定だと思います。これでもう決定だと思います。あ、決定だ。それ見たらもう恥ずかしくなると思います。恥ずかしくなると思います。最初でいいんですかね。言うたな。あ、僕のキャラこちらです。ケイラッコ。おお、僕はケイラッコだっけ。分かってねえじゃん。ちょっとふわっと、ちょっとふわっとしてるんですけど、ケイカモメっていうのもいるんですよ、ここに。あ、え、抱き合わせなの。そうですよ、あつがペア。そうだこう、そうだこう。他で番組たくさんやるとそんな知識もなあ。本当に。いや、なんでラッコかって分かります。分かります。え、ちょっとリンゴ、ゴリラ、ラッコでしょ。やば。ちょっと待って、どれか。ちょっとリンゴってどっから出てきたの。いやいやいや、しりとりしりとり。リンゴ、ゴリラ、ラッパかなってのもあるでしょ。ラッパ持ってるんですよね。え、待って待って、そのしりとり縛りとかあったし。なになに、それ言ったらカモメ関係ないし。カモメは関係ないです。カモメはちょっとあるんですよ。ゴリラは陸の王者みたいなとこあるじゃないですか。ちょっとラッコ海の王者でしょ。いやいやいや、待て、海にいないからね、ラッコ。初めて聞いたよ。これで警報カンパニーが陸海空を全て制するっていう意味で、カモメ軍事力みたいに言わなかったの。カモメも空の王なの。まあそういうとこもありますよね。いっぱいいるし、王者いっぱいいた。このふわふわしてる可愛いラッコを警カモメがスパッとうまく制するみたいな。低音ボイスのイメージ。低音だ。カモメは低音。そうだね。まあまあまあ、はいはい、まあでも趣旨は伝わりました。はい、じゃあ続きまして、ケイゴリ君の生みの親である、おハマー。任せといてくださいよ本当に、はい、じゃあお願いします。いろいろあるんで見てもらっていいですか。いろいろ、あら、他のこと不安なんですよ。これ何。これあのアライグマいいのかな。アライグマ、アライグマ、ラフン。違います、違います、ラフン、違います、ラスカルじゃないです。言うな。違います。いろんなのを考えたんですけど全然まとまらなくって、でその後にこうなりました。猫になって。え、猫ださん、猫ださん、
になりました。あ、これ猫なんだ。猫になりました。あれわかんない。いろいろ書いてた猫っぽいなって思って、うん、でそれで猫っぽくしたら、あ、いいじゃんこれ。その今までもその警報カンパニーってやっぱその真面目なイメージで売ってきたと思うんですけど、その、そうかな。真面目なイメージで売ってきたと思うんですけど、その真面目に皆さんに告知することがある時はちゃんと伝えるっていうのをちょっとサラリーマンっぽい感じを出していただいて、メガネつけていただいて、で額のここ実はネクタイになってるんですよ。え？ここネクタイの方がついてます。ああ、アップで見ると分かるね。で、ここをその4人のそれぞれのカラーにしていただいて、その緑、紫、ピンク、青っていうのが4人いるとかって、それぞれの部署の時には色が変わる。そういうことです。ああ、そういうことか。ということです。で、語尾がなんとか出すっていうんですよ。おお、え、それはどこから来たの？なんとなくですなんかでも、にゃーだとちょっとありきたりかなって思って、じゃあ言わない語尾ってなんだろうな、なんとか出すじゃんと思って、語尾が出すの、猫田さん。なるほど。次にでも生放送の発表する出すみたいな感じで言う感じ。あ、ちょっとお堅い、ちょっとガチッとしてる。そういうことね。じゃあ続いて画伯僕の1年間の集大成がこちらです。え、待って、ちょっと待って、鼻がポーになってるのね。え、その前あ、なんなんですか。犬だよ。あ、犬鳥に描くと思ったでしょう。そうでもない犬か。なんで白目みたいな。あ、違う違う、あのね、目入れちゃうとこう意思が宿っちゃうから。あ、いやいや、意思が意思宿っちゃう。いやいやいや、広報担当はその伝えるのがあれだから。あ、そんな意思宿ってない方がいい。なってない言われて、言われたものもそのままだーってこうこんなことを言っておりますっていう感じ。伝わりますかね。ケケケケーンで終わる。語尾は鳥なんですか。ケーンって、ケーンって 鳥のイメージだよ。あ、全然、あ、な、柴犬とかの犬ってこと。そうね。考えてなかった。そう、嘘つけや。でもなんかちょっと今までのなんか拓也の路線とでしょ。残念だな。でもみんなあの絵を増本さんに期待したと思うのにな。残念だな。これかい。結局えぐ何結局聞き込んでるみたい。ちょっとやばこれ。いや絶対これがいいでしょう。そのやつ買いますね。ここがアイデンティティでしょ。そうですよ。これがやっぱ拓也クオリティだよね。あ、でも2年目だからふざけらんないと思ったからケケケケーンで。こっちもなかなかだけどね。名前は健太郎くんで社長。いや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 、社長。いや、俺たちちょっと健太郎くんに宣伝してよとかなかなかやばいやばいやばい。この健太郎くんのあれを借りて宣伝してもらえばいいし。そっちの健太郎さんじゃないですよ。急に冷たくなっちゃった。いや、僕もね、今回はこれ結構硬い感じで、ケーゴリ君になんかこう、つながるような感じがいいなと思って、はい、考えます。こちらですね、はい、ケーガニ君。つながりとは何やろ。気持ち悪い。ケガニなんすか、しかも。ケガニのケー、ケガニのケーガニ君。そういうこと、ちゃんと全部ケー書いてる。あれ、思いのほか違う、引いてるっす、みんな。え、でもよく見て、あの可愛いポイントがいっぱいあって、あのほら、ハサミがよく見えるこれ。あ、K だ。 K になってる、はい、で、お顔もよく見てもらうと、口と鼻が K になってる。で、語尾は2位ですね。よろしく2位。カニの2位でもありますし、警報カンパニーの2位でもあります。おーっていうところです。響いたの、でもそこだけ。そこだけ。じゃあちょっとみんな出して、書いたやつ。いや、これは僕じゃないですか。これが決まり、これ俺じゃない。意外とデフォルメした俺の感じもいいんじゃないかな。どなたのキャラクターが今のところどうでしょうね。皆様どうでしょうね。おっと。今回の、コンペはですね、上層部で会議して決めます。一旦引き取らせてほしい。ちょっとこの場では決めかねるという感じですね。まあ確かにみんななんか今回レベル高かったもんね。いや、すいません、本当一緒にしてほしくない。そこは違います。本当に嫌だ。いやなんでだよ、なんでだよ。今回はこれ相当レベル高い大会になりましたよ。まあまあいろいろね。だから社員さんのね、皆さんもちょっと想像してみてくださいよ、これ警報カンパニー。ね、まあ多分アイコンになりますから。本当に、おそらくね。アイコン、いや本当にこれがいい。本当にこれがいい、マジで。僕もちゃんとこれ4色になりますから。怖っ。ちゃんと4色。紫とかだって毒の色じゃないですか、だって。腐ってんじゃん。いや、学校のパンツ履いてるんですよ。ゴリララッパパンツじゃないですか。
うん、あ、だからそのパンツのしりとりしりとりはかかってねえんだ。パンツ、じゃあ俺の鼻も4色に光る。いやいや光るんですよ。LED 仕込みますから。もう本当に。あ、まあ皆さんね、ツイッター宣伝用のキャラクターね、はい、この中の誰になるのか、お、それともはたまた全く違うものになるのか、わかりませんが、本当だね。社員の皆さんもぜひね、ハッシュタグ K4 カンパニーでこのキャラ良かったなんてあったらね、あ、そうですね。つぶやいていただいてね、よろしくお願いします。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 さあ。ということで今回もお別れのお時間になりました。はい、はい、これからですね、社員ミーティング、バトルバンダナ大会だったりね、はい、CD の発売やリリースイベントなど盛りだくさんになっておりますのでね、詳しくは番組公式 Twitter をご確認ください。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。それでは今日のお相手は増山武明とに増本拓也とケケケケハマケントと出す小松翔平でしたっけ。そうだこうお疲れ様でした。ニジスタチャンネル登録よろしくお願いします。